1> 1月9日、今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日1月9日は、風の日、とんちの日、だそうです。最近とっても寒い日が続いて、雪が降りしきる地域もありますよね。皆さん、暖かくしていますか 私もよく手足がかじかむなぁと思う日が増えてきました。寒いと寝つきが悪くなったり体調を崩しがちになりますから風邪にもお気をつけてお過ごしくださいね。風邪をひいてしまっては何事もできなくなってしまいますから今日1月9日はアニメ バーチャルさんは見ているの初放映日です。24時から30分のアニメーションとなっております。皆さんワクワクしていらっしゃることとは思いますが、私も先輩方や大好きな方々がたくさん出る、バーチャルさんは見ている、とってもワクワクしています。テレビですと、東京 MX さん、 それから、パソコンではニコニコ動画さんの方でも見られるようですので、要チェックです。ああ、でもドキドキしますね。全く実感というか、不思議な感じでいっぱいなのですが、一生懸命頑張ったので、見てもらえたら嬉しいです。<laughs> それでは今日のちょこっと英会話フレーズ今日ご紹介するのはこちらですチェキラート見てみてねこちらはチェケラーなどそういった言葉で言われることも多い チェック k it out という言葉なんですけれどもぜひチェックしてみてねという言葉です You should check it out <laughs> You should check it out というとより丁寧な言葉遣いになるかなと思いますバーチャルさんは見ている Check it out! です。<laughs> 皆さんもぜひ、おすすめしたいものや、見てほしいものがあるときに、この言葉、使ってみてくださいね。今日の、ちょこっと占い。トランプを引いたあなた、何の絵柄だった一 ハートのエース。二、ダイヤの七。三、ジョーカー。さてあなたが引いたのはどんな絵柄だったんでしょうか一の、ハートのエースを選んだあなた。今日は可愛いものに興味が湧いてくるかも。可愛いものを見つけたら、私に、 教えてくださいねおすすめのランチはサラダがメインのランチです2のダイヤの7を選んだあなたラッキーなことが起こりそうですその幸せを周りの人にも分けてあげてくださいね今日のおすすめのランチはハンバーグですそして3のジョーカーを選んだあなた 今日は人を笑わせることができそうです。リキちゃーんもう帰るよリキちゃーんおすすめのランチは豚汁です。それでは皆さん今日も寒い中本当にお疲れ様です。一生懸命朝からお出かけ、お仕事、学校本当に偉いなって思います。 それでは皆さん、今日も気をつけて、いってらっしゃい。<laughs>